中国の通販サイトで制限波インバーターを購入しました。電力定格は 1000W、入力電圧は直流 24V、出力は 200V、50Hz の交流です。こちらが直流入力端子。出力はコンセントと同じ形状のソケットになっています。ケース側面はヒートシンクになっています。ネジを緩めて分解して中身を見てみます。半導体スイッチが金属板とネジでケース側面に取り付けられています。半導体スイッチのネジも緩めて基板を外します。これは絶縁シートで、半導体スイッチとケースが電気的に導通しないようにするためのものです。この縦に刺さっている基板は制御基板だと思われますが、なぜか曲がっています。このインバータ装置では DC-DC コンバーターとインバータの2つの回路で構成されています。まず DC-DC コンバーターによって直流 24V を 350V 程度にまで昇圧します。入力電源と昇圧された直流バス、このコンデンサの部分は DC-DC コンバーター内のトランスにより絶縁します。そして昇圧された直流電圧を入力としてインバーターは動作します。金属タブの部分は DC-DC コンバーターを構成する半導体スイッチです。この緑色のアルミ電解コンデンサは DC-DC コンバーターの入力コンデンサです。定格電圧は 35V です。この大きな部品はトランスで、 DC-DC コンバーターにおいて絶縁と昇圧の機能を担う部品です。黒い大きな電解コンデンサは直流バスのコンデンサです。定格電圧は 450V です。一方、この黒い4つの部品はインバータを構成する半導体スイッチです。大きなインダクタやフィルムコンデンサなどはインバータ出力側の LC フィルターです。インバータの出力は汎用のコンセントと同じ形状のソケットですが、つながっているのはライブとニュートラルの端子だけで、アース端子には何も接続されていません。インバータ装置に直流電圧 24V を加えて出力電圧波形を観察してみます。オシロスコープの縦軸は1マス 100V です。綺麗な制限波交流電圧が確認できます。周波数は 50Hz。制限波のピーク電圧は 320V 程度などで、実行値が 220V 程度の制限波電圧が出力されていることがわかります。装置内部の動作波形についても観察してみます。まずは DC-DC コンバーター部の波形を見てみます。青い波形は DC-DC コンバーターの半導体スイッチのドレインソース電圧。黄色は直流バスの電圧です。半導体スイッチの電圧は 0V と 40V 強の間で変化しており、スイッチング周波数は 33.6kHz 程度です。一方、黄色の波形の直流バスの電圧は 350V くらいです。つまり DC-DC コンバーターでは 33.6kHz でスイッチングすることで、入力電圧 24V を 350V 程度にまで昇圧していることがわかります。次に肝心のインバータの動作波形を観察します。黄色はインバータの制限波出力電圧です。そして紫はインバータを構成する片方のレグの中点の電圧です。具体的にはローサイドスイッチのドレインソース電圧です。制限波出力電圧と同じ周波数である 50Hz でスイッチングしていることがわかります。青い波形はもう片方のレグの中点の電圧です。こちらのスイッチは高周波で動作していることがわかります。時間軸を拡大してみると、制限波電圧の絶対値の小さなところでは青い波形のパルス幅は短くなっています。スイッチング周波数は 20kHz です。制限波電圧の絶対値が大きなところではパルス幅は広くなっています。このようなパルス波形より制限波 PWM で制御されているであろうことがわかります。フィルターを通す前と通した後のインバーターの出力電圧を観察していきます。フィルターに通す前の電圧というのは、さっきまで観察していたスイッチのドレインソース電圧の差に相当します。黄色い波形がフィルターに通した後の電圧。これはさっきまでオシロスコープで観察していたものと同じです。青の波形がフィルターに通す前の電圧です。黄色の制限波電圧が正の期間、青の波形は 0V と 180V くらいの間で変動しています。制限波出力が負の期間は、青の波形は 0V とマイナス 180V くらいの間で変動しています。青い波形を拡大してみると、制限波出力電圧の絶対値が小さい時、パルスの幅は短くなっています。制限波出力電圧の絶対値が大きな時は、逆にパルスの幅は広くなっています。つまり制限波の一周期の間でパルスの幅は変化しているわけです。このようなパルスは制限波 PWM 変調で生成されます。そしてこのパルス電圧を LC フィルターで平滑化することで、黄色の波形の制限波電圧を作り出しています。インバーター部の全体動作について具体的に説明します。片方のレグのスイッチ、この図では左側のレグのスイッチ
チに相当しますが、これを 50Hz の低周波でスイッチングさせます。一方もう片方のレグのスイッチは 20kHz の高い周波数で駆動します。50Hz の低周波で駆動するレグは出力電圧の極性を決定するために用いられます。例えばこの図のように正の電圧を出力する機関について考えます。正の電圧を出力するために低周波のレグのローサイドのスイッチをオンします。これにより 10B の電圧は 0V となります。高周波のレグのハイサイドスイッチがオンの場合、こちらの 10A の電圧は入力電源と同じ E となります。インバーターは A 点とB 点の電位差を出力するので E-0 で出力電圧は E となります。一方右図に示すように高周波レグのローサイドスイッチがオンの場合、 A 点の電圧は 0V になります。 A 点と B 点の電位差は0なのでインバーターの出力も0になります。以上のように正の電圧を出力する機関は低周波レグのローサイドスイッチを常にオンしておき、高周波レグの2つのスイッチを交互にスイッチングします。これによりインバーターの出力電圧は E と0の間で変動します。高周波レグのスイッチのデューティーを制限波上に変化させることで電圧極性が正の制限波電圧を出力することができます。先ほどのオシロスコープと対比させてみます。制限波電圧の極性が正の機関、オシロスコープでは青い波形によって隠れてしまっていますが、この機関において低周波レグのローサイドスイッチの電圧は 0V に張り付いていることがわかります。この紫色の波形です。右の動作モードでも 0V になることがわかります。その一方でもう片方のレグの電圧、オシロスコープでは青い波形に相当しますが、高周波で変動していることがわかります。右側の動作モードからもわかるように、高周波レグの中点の電圧はハイサイドスイッチがオンの場合は E、 ローサイドスイッチがオンの場合は0となるので、高周波でこのように変動することがわかります。負の電圧を出力する機関についても考え方は全く同じです。負の電圧を出力するには低周波レグのハイサイドスイッチをオンします。これにより B 点の電位は E となります。一方点 A はスイッチの状態に応じて 0V もしくは E となります。点 A の電位が0の場合、 AB 間の電圧は -E、 点 A の電位が E の場合は AB 間の電圧は0になります。このようにインバーターの出力電圧は -E と0の間で変動します。高周波レグのスイッチのデューティーを制限波上に変化させることで電圧極性が負の制限波電圧を出力することができます。この動画で分解した制限波インバーター装置では、片方のレグを 50Hz の低周波で、もう片方を高周波で駆動することで制限波電圧を出力しています。過去の動画で解説したような変調方法や一般的な教科書などには載っていない方式かもしれませんが、このような原理で動作するインバーターも多数あります。参考にしてみてください。